ははいこんにちはレクセン講師の矢島です今回はですね2024年ですね、まあ、令和6年の予備試験の合格に向けてね、えー、その私のほうで講座を作ってるんですけどもそちらの講座のご案内ということでねこちらの動画を撮らせていただいておりますね。ねこれから私がご案内する講座に関しましてはあの、まあ、レジュメの方を用意してますので、まあ、あの画面の方にも、えー、こちらね映しますけれどもあのウェブの方でこうねウェブのサイトの方からダウンロードできるようにしておきますので、まあ、必要に応じてねダウンロードしていただければという,ふうに思ってますね。ねねそここでです、ね、あの,この講座 講座、2024年合格目標の、ね、講座なんですけど、どんな感じなのかというと、まずあの1個目のブロック、タイトルの下、すぐ下の1個目のブロックなんですけど、私の方でも私の方であの作っている講座は、ですね、最新の,、まああのね、こう公開制とか判例とか、そういったものにすべて対応してますので、まあ、そこでね、そういうところ対応してるのかどうかというんで、まあ、こう心配されてる方は、ですね、あのそこは心配しないでね、安心して受講していただければというふうに思ってますね。えー、そして、 今ね、何をこうしたらいいのかが。まあ,あのとにかくまあなんか合格化したいとだけど、今どういうことをこう？具体的にやったらいいのかがよくわかんないっていう方ね。まあ、そういう方にまあ向けてこちらの方でもう合格に必要な講座をこう揃えてね。で、それであのご提供しておりますのでで、そちらをね。これからちょっとご案内をねしていきたいと思ってますね。で、それでそのレジュメのね。次の。 今見たところの下のブロック2つ目のブロックのところなんですけど合格に必要な能力を身につけるための4つの講座概要ということで,でとりあえず今何をやったらいいのかが分からないということはこの方は、ね、この丸1から丸4までの講座、ね、これを 受講しておくとですね、えー、まあ、あのね、えー、合格に必要な資格を確実に身につけることができますので、まあ、それでね、ちょっとご紹介をね、これからしていきます。で、まず一つ目が、この丸一の矢島の即習インプット講座というまあものでして、で、これが、ま、2023年の7月25日からね、11月25日まで、これ、あの、通学クラスで、あの、ま、まず収録いたしまして、で、これ、通信講座の方でもね、あのご提供しますので、まあ、通学難しいってい方は、あの、通信講座の方で受講していただければと思うんですけど、で、この矢島の即習インプット講座って何をやるのかって、あの、言いますとね、 まあ、担当試験と論文試験の合格に必要なね本当に確になる知識っていうのがあるんですけどそこのところをね深くま理解をするね、えー、そういうための講座になってますねまあ、結局予備試験で、ね、担当試験でも論文試験でもまあ、その程度はねまあ、多かれ少なかれやっぱりその単に知識をこう知ってる知らない っていうだけでこうなんか正解できるような問題っていうのはあんまりこうなくてやっぱり多少なりともこうその場で問題文見てね考えないといけないような問題っていうのがこう出てくるわけなんですよねこれ担当試験でもそうですね、まあ、単純にたまにね、えー、もう知ってるか知らないかで勝負が決まるようなもちろん問題もあるんですけどでもこうね結構連ここ最近やっぱ担当試験なんかも問題がひねられてるんでねその本当に核になる基本知識を一応その場で問題文に合わせてこううまく使いこなしていくようなねそういう能力っていうのがやっぱこう担当に合格するのでも必要になってる。 感じがすするんででよねでまさにそういうその場でね、えー、問題文を見て自力でね何か今問われてるのかそこを理解して的確に答えをこう出せるにするにはやっぱりその基本知識の深い理解っていうのが必要になってくるんですけどそういうことをこうやるための講座ねこれがあの矢島の促進と講座ということになりますね、まあ、比較的長めの期間を取ってね、えー、まあそこでしっかりと基礎を身につけてもらってね合格を確実なものにしていくっていうね、まあ、そんな感じの講座になっておりますね、えー、そしてその後ね 丸二で矢島の論文完成講座というものにあの入ってきます。矢島の促進プット講座というのが終わるとね、矢島の論文講座、完成講座というのが入ってきます。でここ何をやるのかっていうと、まあ、主にあの試,行試験の過去問が題材でね、で予備試験の過去問も使うんですけど、まあその論文の過去問を 題材にしてでその試験講座員がね受験生にどういうことをこう求めているのかことをよく意識しながらあーそれでねこういう問題が出たときにこういう答え方をするとまあ,あのいい点数が取れるんだみたいなそういうその論文の合格に必要な思考能力ですねそういったものを身につけるための講座がこの矢島の論文完成講座ということになってますねでこの時にねいきなり、まあ、自分は例えばですよ自分は基本知識があるから、まあ、論文だけでいいんだみたいにあの思っている方 もういるかもしれないんですけど。でも意外と論文に合格できない。原因っていうのはそもそもその論文の。 試験のね問題文をまあ的確にこう読み解いてですね何が問われているのかいうことを理解してで問われてることに的確に答えるそういう能力が足らないっていうことが多くてそしてその能力っていうのがどこから来るのかというと結局基本知識の理解の程度からねえそこのところの論文書く能力っていうところが結構ね大きく影響するんじゃないかというふうにあの思うんですよね。そういうことでまあ矢島の基本的にはあのいきなり矢島の論文完成講座のほから入って入ってくるんではなくてね基本的にはですけどねま。まずは矢島のの促進と講座のところでえ 道と論文試験に共通するね。基本知識を、まあ、しっかりと深く理解をしておいてもらって、で。 それを前提にですね、この矢島の論文完成講座の方に入っていってですね、で、過去問題材にね、まあ、あこういう問題が出た時は、こういうふうにあの、答えていくと、まあ、いいね、評価が得られるんだみたいな、そういうことをこう学んでいってもらえるとですね、まあ、合格に確実に近づいていけるのかなというふうに、あの、思ってますね。あとですね、あの、思考試験の試験、講座員と、それと予備試験の試験、講座員って、結構兼任している方が多いんですよね。故にですね、結構取材傾向があの、似てます。同じ科目で言うとね、その問題の形式が似てたりとか、結構取材傾向が。 似てることがあります、まあ、そういうことで予備試験の受験生もですね司法試験のこの過去問ねそれを題材に論文の思考能力を磨くっていうのはすごく有用ですね予備試験の合格にもあの役に立ってきます、えーまあ、そういうことであと特にね予備試験の受験生でも司法試験の過去問を使って勉強することであのおすすめしたい一番の理由っていうのはあの試験コサが司法試験の場合は試験コ員サですが、ね、毎年試験が終わった後にですね出題のの指示ってていうものだけではなくて その採点実感というものを出してくれますねで採点実感というのは試験講座員から将来の受験生に向けたメッセージというコンセプトでまあ毎年 公表してくれてるんですけど、そこにはどういう答案が、まあい、いいように評価されるのか、まあ逆にね、どういう答案が、まあ、悪い評価を受けるのかってことが結構具体的にあの書かれてましたね。なので、え、予備試験の受験生でも、その思考試験の採点実感を意識して、それで早いうちからね、そういうことを意識して勉強を、まあ論文の勉強を続けていってもらえるとですね、まあ効率よくですね、その合格に必要なその思考能力っていうのがね、まあ身につくわけなんですよね。まあそういうことで、 あのまあ、予備試験の受験生もねそういうことであの司法試験の学問の、ねえー、を使った、ね、勉強をお勧めしてますねでそういうのができるのはこの矢島の論文完成講座ですのでね、まあ、そういうものになってます。そしてこの後、えー丸 がこれ矢島のスピードチェック講座ということで,でここから先は、○三と○四は直前対策講座なんですけれども矢島のスピードチェック講座というのは、これいろいろね前年度までのこうまあ実際の過去問の取材傾向等をまあ踏まえてですねえそしてまた矢島の促進ビル講座でまあしっかりとね、えー、論文の担当にまあ必要な知識がしっかりこうえまあね勉強して身についているところことを前提に結構短い時間で試験,のえ試験に大事なところをね一気に短期間であの復習するという,ういう講座になっています。でじゃあスピードチェック だからねこれやればいいんじゃないかっていうふうに思う方も、えー、いるかもしれませんけど試験で大事なのはやっぱり、ね、理解をしてて記憶すするるってことになるんですよねで、えー、この直前対策のこの短い期間であのこの講義を聞いただけで果たしてじゃあその理解をしてその記憶するところまでできるのかというと実際なかなか難しくてですねおそらく難しいんじゃないかと思うんですよなぜならまあ大体多くの方が人の話を1回聞いてそれでその場で理解して記憶まで完璧にできちゃうっていう人はなかなかいないんじゃないかと思うのでね一般的にはですけどね でそういう、まあ、一応一般的な、まあ、その、ね、能力人の能力というのを前提にしていくとじゃ合格するためにはどういう段取りで勉強していくのが、まあ、いいのか効率がいいのかというと、ね、やっぱり矢島の促進プト講座の時期ですね一番最初のその ① の講座の時期にはしっかりと、えーそのね、重要知識の理解をまあ深めるようなあの勉強を丁寧にやって、ねえーでまあ、それを前提にこのスピードチェック講座で、ね、一気に短期間で復習するという、ねまあ、そういうような形でその理解と記憶をこうこう、まあ、繰り返しこう、ね、やって深めていくというような、まあ、そういう勉強していくのがいいんじゃないか じゃないかと思うんですよね、まあ、そういうことでね、まああのまあ、合格に必要な4つの講座っていうのを用意してるんですけどそういう意味でこうね矢島の促進部分講座と矢島のスピードチェック講座って形で、まあ、一応こうインプットのこう講義をね2つ用意してるのはそういう理由になってますね。まあ、人は ななかなかね一回人の話を聞いただけで理解をして記憶するってところまではなかなかいかないと思いますでも試験ではその理解と記憶っていうの要求されますのでね試験の当日はもう全ての科目を全部こうね頭の中にこう揃えてまあ持っていかないといけないわけなんでまあそういうことがねできるためにはやっぱりこう計画的にねまあ段取りをこうちゃんとうまくね段取りをつけて勉強していくのがいいんじゃないかと思ってそれであの矢島の促進部と講座と矢島のスピードチック講座って形で段取りをね私の方で組んでるっていうね、まあ、そんな感じになってますね、えー、というわけでね、まあ 勉強の仕方がよくわかんないってことは、とりあえずあのそういう形で段取りを、えー、まあこうつけてね勉強していってもらえると確実にね合格する力が身についていくというふうにあの思ってますね。そしてですね、丸四、えー、矢島の最新過去問山手講座というのがあります。でこれはあの司法試験予備試験ではなくて司法試験の直近の過去問を題材にですね、ねそれでまあ試験講師員がね直近の試験講師員がどういうその要は答案を受験生に求めてるのかということをよく理解するためにですね、まあ、それで最新の過去問をね司法試験の 題材に最新の格問をです、ね、使って私の方でいろいろ講義を、まあ、私の方で答案 うん、回答例作ってね。私の方では、あの、講義を話していくんですよね。で、予備試験との関係で、これ何が役に立つのかというと。あの、先ほどの述べました通り、あの、試験構成員が司法試験と予備試験とで結構兼任している方が多いので、司法試験の直近の過去問の傾向を理解するということは、予備試験の、やっぱり、こう、今期求められているものね。えー、その、えー、その直近の予備試験で、こう、求められることを、まあ、推測するのに、とても役に立つって話なんですよね。そして、さっきの通り、採点時間というのを、出してくれるの、くれますので、司法試験の方はね。そういうことで。 直近の試験講査員が、まあ、どういう答案を受験生に求めているのか逆にどういう答案を、ねえー、悪いものとして扱っているのか、まあ、そういうことを理解しておくと予備試験の受験にも当然あの役に立ってくるので、ねまあ、そういういことで。 こちらの講座、まあ、本来、司法試験の方に直接的には向けた講座なんですけど予備試験の受験生の方にもこれおすすめしてるんですよねそしてこの山当て講座はですねこの,この講座にね併設して山当てのまあ講義もやるんですけどでこれ直接的には司法試験の山を張る形になってるんですけどただ司法試験の山を張るっていうのは何が必要なのかっていうとね司法試験の過去問だけ見てても司法試験の山は張れないんですよねでその時にじに何を見てるのかっていうね予備試験の過去問の傾向を分析するんですよ例えばでですけど予備試験の方でね えまあここ最近出た論点でかつなんかそんな毎年出すようなまあものじゃないよなっていうようなものに関してはそれはあの司法試験ではしばらく出しづらくなってくるんですよ。逆に予備試験の方でえ何かこうまあ出た論点でもすごく重要な論点でね これはなんか毎年出されてもこう、まあ、事例を変えれば、ね、いくらでもこう、まあ、ネタを膨らませられるような、まあ、そういう本当に核になるような核科目、ねえー、重要な論点というのがあ,のありますけどでそういったものがあの出たときは、ね、また司法試験に出る可能性もあるもちろん予備試験に出る可能性があるんですけどまた、ね、そんなに長い期間を置かずにです、ねまあ、そういうことで予備試験の加工を見ることによって司法試験の,その、ね、実は山を張ることができるので実は、ね、予備試験の山も同時に張っているような感じになってくるんですよね。なののので講講義中にこの山当て講座の 講義中に結構ねね予備試験の話もしてるんです、ね、なので、まあ、そういう点でこちらはあの予備試験の受験生にねもう役に立つのでそれであのおすすめしてるって感じになってますね。というわけであの以上ね4つの講座、まあ、今ね何をやったらいいのかよく分かんないという方あいらっしゃいましたらね、まあ、とりあえずこのなんか考えてる時間ってもったいないですからね前にこう進んでいかないと。 ね、あの合格いつまでだっても近づけませんからそしてまた今なんかね合格まあ要はなんか試験のことを考えるといろいろ不安になるような方ももしかしたらい,るいらっしゃるかもしれませんけど勉強して確実に前に進んでいけばねまあだんだん自分の合格っていうのが信じられるようになってくると思うんですよでそうなってくるとおのずと不安ってこうなくなってくるはずなんでね多くの場合その不安っていうのは多分その合格までの道のりが見えないから、まあ、不,安な不安を抱いてしまうんじゃないかと思うんですけどでそこでもうやることを決めてもう合格に向かってまっぐらね勉強していけば、まあ、その不安 不安というのがこうなくなってくると思いますのでね。まあ、そういう感じで。まあ今何をやったらいいか迷。迷ってる方ね。とりあえずこの4つの講座をあのセットで。で え受講するとまああのちょっと値段安くなってますから、あとあの再受講の割引がありますので、この講座をこうまあペースメーカー的にね毎年こうまあ新しい情報を反映させるんで、反映させますので、いろんな環境で働きながら勉強されてる方とか、いろいろ家庭の事情、いいろいろ介護したりとか、いろんな環境の方で勉強されてる方っいうのは、どうしてもこう勉強に専念している人と比べると、1年とか2年とかねちょっと長めに勉強の期間というのはどうしてもかかっちゃうんじゃないかと思うんですけど、そういう方でもねあのまあ情報が古くならないようにするために、再受講割引であのまあ安く。 提供してるんで、まあそういう質、まあ、うのちでそいった再受講割引とかも利用してもらえればと思うんですけど、まあ、とりあえずね今何をやったらいいか何かよくわかんないなっていう方はこの4つの講座をねあのおすすめしてますねあとねそれ以外にあのちょっと講座ありましてそれからちょっと簡単にあのお話してね、これであのこの動画を終わりにしたいと思うんですけどもとりあえずこのねレジュメで言いますと1ページ目のところがその4つの講座の概要 そのありましてでそこを今の後このレジュメですね、まあ、YouTube の方からダウンロードできるようにはしておきますけど、その後ね、2枚目、3枚目が、今の4つの講座がもうちょっと詳しくなったようなあのこう、ね、形であの説明,させあの説明、ねえー、しておりますで、ここはちょっとあのもう割愛いたしましてね、お話しするのは割愛して、その後ですね、4枚目のところなんですけど、これ、丸5で、あの矢島の担当対策シリーズというのがあります。でこれは、ね、基本的に あの先ほどの1の矢島の促進部と講座を受講しておけばあの担当試験と論文試験にも共通する知識は基本的にそれで学べるようにはなってるんですけれどもただこの担当対策シリーズの方に挙げてるもの に関しましては、ね、ま商、あ、法相続商行為手形法とかあと民訴法と係争法なんですけどこれやっぱ結構ね担当独特の細かいところあの聞いてくるのでそれをちょっと矢島の促進人講座の方であの入れちゃうとねちょっと講座が長くなっちゃったりとかテキストがやたら分厚くなっちゃった形でちょっとこうねあの本当に論文と担当の合格に必要な角になるところの勉強に集中したいっていうあの、 ような時にですね、ちょっとこう邪魔になっちゃう時があるんですよね。なのでそういうんで効率よくあのまあ受験勉強ができるようにするためにですね、えー、まあ、えー、この民法と経済法とね商法相続商行為あとそして手形法ですね。これあの担当対策シリーズで形でちょっと別の、えー、この講座であの分けてね、えー、作ることにあのな、えー、毎年ね作っておりますね。でこれもあのもう受講料めちゃくちゃ安いのであの何かこれで儲けようとしてるとかそういうんじゃなくてねあの本当に勉強の効率を考えてねこうただ分けてるだけなんでまあ非常に安い値段でいいものをねあのもう。 あの提供してるはずですからね。提供、えー 提供してるはずっても私が言うのもおかしいですけど、あの提供してますので、まあ、そういう形で、ね、こちらの方であで担当の勉強していただければという,ふうに思ってますね。あと、ちなみにやっぱ担当の勉強って、まあ、ちょっとこの講座と関係なしに、ね、担当の勉強ってどうしたらいいのかっていうと、やっぱりね、あのまあ、過去問も大事なんですけど、過去問やる前に全体的に、やっぱりこの核になるね、その各科目の核になるところをちゃんと理解しておくというのが大事だと思いますね。じゃないと、担当の過去問やった時にね、まあ、解説を読むと思うんですけど、解説を読んだのがバラバラの知識の中にこう頭の中、 入っっっててきちゃってでそののババラバラのままだとやっぱり記憶に残んないんですよねあと理解が深まらないので応用が利かないみたいな感じになっちゃうんですけどでそういう時にその各科目核になるところをちゃんと事前に体系的にこう頭に入れた状態で,でそれで担当の過去問をやるとねあこの過去問のこの知識はあ,のあそこの重要な知識の応用なんだなとかそういう形でこうなんかね核になる根幹になるところとこう紐づけながらねこの担当の知識を吸収 していくことができるので、そしてこの核になるところと紐付けながらの、えー、勉強するとね、やっぱ記憶に残りやすいんですよね。まあ、理解も深まるし、記憶に理解が深まるということは記憶にも残りやすいんですよね。逆にま理解しないまま何でもなんか力攻めでね、えー、もう力づくで何でもかんでも知識で入れていこうとすると、それって多分記憶長持ちしないと思うのでね。まあそういうことで、まあ試験 のためにねやっぱりこう勉強するってことになるとまあ記憶をやっぱりこう維持していかないといけないですから試験の当日にやっぱりね全科目その試験で問われる全科目についてそこそこの知識っていうのは頭の中に入れておかなければいけませんからまあそういう能力を身につけるためにはやっぱ日頃からの勉強の質っていうのが大事になってくるんですよね。まあそういういことで 担当に関しては、まあとりあえずあのまあ矢島の促進講座等でね、あの基本知識身につけてで担当の学問をやって、えー、でそれでこうね知識をこうあの少しずつ吸確実に吸収していくというのがまあ一番いいんじゃないかという,ふうに思ってますね。というわけです。あでこの担当対策室まああのまあ一応こんな感じでねまああの三つのものを三つの科目のものを用意しています。そして、えー、とこちらマ六選択科目なんですけれどもまあこちらまあ論文試験でね予備試験もあの 選択科目の制度が、ね、最近導入されましたけど、えー、私の方で選択目労働法をやってますので、まあ、矢島の労働法というまあものと、ね、それからこれ、直前対策になるんですけど、あの矢島の直前対策スピードチェック労働法というものですね、まあ、そういったものを用意してますから、まあ、こちらあの必要に応じて、ねまあ、労働法を選択の方、で必要に応じてまあこちらの方、講を考えていただければという,ふうに思ってますね。そして今度 えっとマルのところで直前対策講座、これ直前対策講座という位置づけであのご提供してるんですけど、矢島の法律実務基礎科目というものをあのやってますね。えー、でこれはねあのまあ例年あのこれはあの配信の時期が本当にこの論文まあちょ法律実務基礎科目っていうのは予備試験はあの論文試験と構述試験であるわけなんですけど、その論文試験の直前に直前対策講座って形で、もう最新の情報をご提供するためにね直前対策講座という形で、えー、やってます。で例年ちょっとこうお問い合わせを受け のがこれ直前過ぎてもっと早めから勉強したいっていうねもっと早いうちから勉強したいっていう人。 もうあのいらっしゃるんですけどそれはね何をやったらいいのかというとこの講座で勉強するんじゃなくてあの普通にあの法律実務基礎科目って何が大事なのかといったらまずいきなり実務のルールではなくてねやっぱその実務のルールをもともと実務のルールを適用するにあたってそのもともと大事になる核になる知識っていうのがもちろん前提としてあるわけで,でその前提となる知識というのが民事の実務だったら民法と民事訴訟法なんですよねそして刑事の実務の核になる基本知識というのがやっぱその刑法と刑事訴訟法 そこで学んとかないといいとけななんですねなので、まあ、矢島の促進部と講座とか矢島の論文完成講座等でまずは民法とか、えー、民訴法そして刑法刑事訴訟法ねそこのところはのしっかりあの、まあ、学んでおいてもらえるとねこれ直前対策講座ってことで。 まあ実務のルールをそこにちょっとこう付け足すような形でね、えー、勉強してもらえると十分にね実務基礎科目にあの対応できるようになってますのでそこはあの心配しないでほしいんですよね。というわけでそういうのも含めてこ,う、ね、こちらの方でまあ年間のカリキュラムをこう考えてねあのやっておりますのでね。というわけでこのね実務基礎科目ですねこれ結構直前対策なんですけどね直前にあのやる講座なんですけども。 まあその心配はしないでください。その前にやるべきこととかいくらでもあるっていう話なんですよね。いきなりこう実務の勉強をするんではなくてね、まずは民法と民訴法、刑法と刑訴をね、そこをしっかりと勉強を固めてもらえればというふうに思ってますね。そしてですね、このレジュメの最後の方のページなんですけど、えっ、ー、と丸八で矢島の勉強会っていうものがあ,のあります。で、これはあのどういうことかっていうとね、まあ、ちょうど予備試験のまあ担当試験が始まる前のね、まあ1ヶ月2ヶ月ぐらい前の時期にですね、必修7科目 で各科目まあ1回ずつなんで合計7回なんですけどまあ私と一緒にまあちょっとこう、答案を書く機会をね、私と要は一緒にあの通学クラスでね、ちょっとこれ通信クラスはないんですけど、私と一緒にまああの同じ教室でね、一緒に答案書いたりとか、あと授業中にこう、自由にあのこれ収録しない講義なんでね、自由にあの受講生質問。 できる講座ってことでちょっと考えてるんですけど、えー、まああの最後までなんかちょっとこうね試験の直前期なんか一人だと一人で勉強してるとなんか悶々としてしまってね、まあ、不安でしょうがないとかね、なんか人と話す機会が欲しい、あのちょっとこう人と話す機会が欲しいんだとか、あるいはこう質問できる環境っていうのが欲しいんだみたいな、まあ、そういう方があの来られるように、えー、ですね、えー、したいなと思ってね、それであの考えた講座がこの矢島の勉強会ということになりますね。昨年まではあの矢島ゼミっていうのを これ,とあのこれに代わる講座で矢島ゼミというのはやってたんですけどそちらはね、あの論文を一緒に答案あの同じ教室で受験生と一緒に私が一緒に答案書いてね、で受験生の書いた答案をその場で集めて、で私が添削して、まあ、翌週返してたんですけど、まあ、でも、どうしても、ね、私が答案を添削するという形になると、そのやっぱりこう、まあ、相手に一回にこう一度にです、ね、私の方でこうで、まあ あのごお相手できるね受講生の数というのがどうしても限られてしまうんで、えー、でそこのところがちょっともどかしかったんですよね。えー、そのゼミに入りたいけど入れないという方がまあ例年いらっしゃったので、えー、でそういう方がやっぱりねこうなんかまあなんか一緒に勉強したいと思ってたんでしょうね。でそういう中で。 こうね、あのそこ入れないで1人で直前期勉強しなければいけないってなるとちょっとなんか申し訳ないなと思ってでそこで答案の添削をしない形にするとちょっと人数を増やせるので、まあ、教室環境があんまりこうなんかあの、ね、窮屈になっちゃってもよくないからね、まあ、定員は多少あるんですけどでもゼミと比べるとこう若干定員があの増やせるので答案添削しない代わりにね、えーまあ、そういうことで、まあ、最後まで、ね、私と一緒にこうなんか勉強したいという方にまあ向けた、ねえーまあ、講座でこれがあの矢島の勉強会というものがありますね。まあ、そういうい感じで、まあ、こちらも な方だけっていうことになりますけどね。あのまあこういろいろな講座をあの用意をしておりますね、えー。というわけでね、まあ以上。えー、と私のね今期のまあ要は2026、うんね、年のね合格目標向けに、えー、まあいろいろね、えー、あ2020、えー、とあれですね、えー、と4年ですねすみません2024年のね合格目標ということでねまあ令和6年ですけどもの 法の合格を目指して勉強している方にね、まあ、いろいろ講座をま提供しているというそういうご案内でありましたね。で、まあ最後になりますけど、まあ講座を受講する受講者に限らずね、まあ今この動画をここまで、えー、まあご覧になられた方っていうのは、まあとにかくなんかね、予備試験を合格して、その後司法試験に合格してね、法律家になりたいっていう方ね、まあそういう方なんじゃないかとまあ思うんですよね。で、えー、まあ試験はすごく大変。 大変だと思いますあの予備試験もね大変だしその後の司法試験もね予備試験に合格すれば、まあ、合格率すごく、まあ、いいですけど、まあ、それでもやっぱり試験の傾向に合わせた勉強しないといけないですから予備試験の後のね司法試験までの日にちっていうのはやっぱ結構大変だと思うんですよ精神的にもねだけどその,、まあ、その大変なところをこう乗り切っていくと、まあ、試験司法試験を受かってねで最終的に司法修習も終えてで法,法律家の、ね、資格を守られるとやっぱそのいろんな仕事ができるようになりますのでねいろんな可能性が ありますから、皆さんもいろんなことをあの思うところがあって、まあ、このね。予備試験とか司法試験ってのは目指しているんじゃないかという風うに思いますけど、やっぱりね。すごい資格だなと思いますね。まあ、民事でも刑事でもまあ、いろんなことができますからね。それ以外にもいろんなことができますから。まあ、そういう点でまあ、今ねこう。まあ せっかくこういった試験に興味を持ってね、あの頑張られてるわけですから、まあなんとかね夢を諦めずに最後までね勉強していっていただきたいなというふうに思ってますね。そして今ねなんかこう勉強の仕方迷ってるんだったら、そんなの時間がもったいないですから、あのもう早くねあのこう勉強を始めて前に進んでいくのがいいと思いますね。で勉強を進めていくとね、だん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 少しずつ学力が上がって、で少しずつこう自分の合格っていうのが信じられるようになると思うんですけど、で自分の合格が信じられるようになると、やっぱりこう勉強に対する モチベーションというのが上がってきますので、まあ、おのずとねもう別に私がとやかく言わなくても皆さん勝手に勉強できるようになりますので早くあのそういう風になってもらいたいなというふうに思いますね。というわけであの、まあ、私のね動画今回あのこれで以上になります。是、ま、非、あ、ね今後もあの勉強頑張っていってください。じゃどううもごごありがとうございました